本日の温泉カジカーン。ここは男女別大浴場と2室の貸し切り湯が日帰りでも楽しめる温泉旅館。広い無料駐車場も完備。中に入ると正面が受付。受付横にはソフトクリームやお土産が販売されています。廊下を進んでいくと湯上がりにくつろげるスペースがあります。仕切りと枕がある小上がりの畳のスペース。反対側には喫煙所。さらに奥に進むと男湯。M2 遊びでは九州県内の温泉を夫婦で巡り、その様子を定期的に配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。脱衣室にはお手洗いと自動販売機が完備されています。中に入ると左手にサウナと水風呂。入浴料金は来人600円、小人300円。カジカーンさんでお食事をすると平日のみ割引があるようです。サウナの中はこんな感じ。セルフロウリュが楽しめます。泉質はマグネシウム、ナトリウム、カルシウム、炭酸水素塩泉。そして外に出ると露天風呂。シャリシャリの湯の花がびっしりです。湯の花はカルシウムなどの温泉成分が固まってできたもの。便箋可能で飲めば胃腸病や便秘に効果があるみたい。便箋用のコップも置いてあります。そして一番奥が女湯。ベビーベッド完備の脱衣室。お手洗いもあります。女性湯は2021年12月に新しくサウナができたみたい。こちらのサウナもロウリュサウナで、アロマオイルを含んだかけ水を使用しているので、心地よい香りで贅沢な時間が過ごせます。バスタオルは200円でレンタルできます。まずはかけ湯。濁り湯で足元は見えませんが、手すりがついているので安心です。湧出量は毎分250リットル、100% 源泉かけ流しの贅沢湯。シャンプー、ボディーソープ類完備。女性の露天風呂はぬる湯と熱湯の2種類。低めの温度なので夏にはとっても入りやすい温泉です。男女ともにテラスがあるので、ゆっくりとくつろぐことができます。女性湯の向かいには岩盤浴があります。爆反石を使用しているので、遠赤外線マイナス4作用などが高いみたい。大浴場の入浴がついて1人1400円で時間制限なし。そしてお風呂上がりにはこちらの山脇湧水で水分補給。続いて1つ目の家族湯、うぐいす。奥に長い
変わった作りのお部屋、一室60分2000円。シャンプー、リンス、ボディーソープ完備。こちらもめちゃくちゃ綺麗に湯の花が張っています。梶川さんは日本でも珍しい温泉の底入れ底出し方式を採用、常に新鮮な温泉を味わうことができるそう。弱黄色、微弱白濁、微弱炭酸味、弱金気味、無臭、pH は 6.7 の中性。浸透圧は湯あたりしにくいのでゆっくりと入れる低調性。続いて2つ目の家族湯、もみじ。こちらも設置が反転しているだけで作りは同じ。一室60分2000円。湧出形態は掘削250メートル自噴、源泉温度は 46.6 度。大分駅、湯布院駅からは車で約1時間。湯布院インターチェンジからは車で約45分。最後に2周年記念のお知らせです。まずは恒例のバッグのご紹介。シンプルで使いやすいデザインに仕上がっています。どれが当たるかはお楽しみなのですが、一番乗りの方は2つの中から選ぶことができます。カバンをゲットした方は白黒チェックが当たったよとかコメントしていただけるとすごく嬉しいです。企画内容は温泉施設数カ所にご協力いただき各施設の先着2名にプレゼント、 M2 遊びを見てきましたと言って入浴された方が対象です。開始日は8月下旬を予定していますが、詳しく決まり次第またご報告します。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた M2 遊びでお会いしましょう。